春夏連続出場を狙う北陽は1回、ワンアウト3塁1塁で4番辻元が近大付属先発藤野からタイムリーヒット、北陽が1点を先制します。一方、3年連続出場のかかっている近大付属は3回、昨日2打席連続ホームランを放っている9番藤井がまたもやレフトスタンド上段にツーランホームラン、近大付属あっさり逆転に成功します。しかし北陽はその裏すかさずワンアウト3塁1塁で先制タイムリーの4番辻元が右中間にラッキーなタイムリー、2対2、試合を振り出しに戻します。その後両チーム得点はなく迎えた7回、近大付属はワンアウト1塁3塁で9番松岡が絶妙のスクイズ、1点を勝ち越します。ところが粘る北陽はその裏1番森がシーソーゲームに終止符を打つ逆転ツーランホームラン、これで4対3、近大付属は最終回ランナーを3塁に進めますが三振でゲームセット、北陽が13年ぶり5回目の甲子園